SAD の発音。まずこの発音のポイントっていうのはそのストレスの位置、 S をしっかり引っ張って SAD、 ちょっとこう下の表面を相手に見せるような形でちょっと前に押し出していって、最後語尾は息を抜いていく、で低い音で SAD、 そうするとそれっぽくなります。Hi, I'm Dr. Lee. How are you doing? Pronunciation trainer from Dr. Lee English. はい、どうもこんにちは。発音トレーナーのドクター Lee です。今回は、前回の動画でちょっとコメントをいただきました。こんな内容です。いつも動画で勉強させていただいてます。ありがとうございます。Win Salad のように、語尾に D が来る単語の発音がうまくできません。何かコツはありませんか?っていう、こういった質問をいただきました。で、今回の動画では、これにお答えするような形でちょっと進めていきたいなと思います。で、ポイントは要するに、salad など、この語尾に D が来る発音ですね。これのコツをやっていこうかなと思います。まずそうですね、この質問から、win salad。で、このコメントの中にもあった、win salad。これちょっとググってみたんですけども、なんかいまいちよくわかんなかったんですよね。こういうウィンドサラダっていうサラダがあるんですかね。なんかこう、爽快感のある涼しげなサラダでしょうか。なんかこう刃物とかがふわふわっとしてるような感じですかね。まあとりあえず質問でもこのワードをいただいてるので、とりあえずこれで進めていきたいと思います。ではまずちょっと単語レベルで発音練習していきたいと思います。これは本当にシンプルです。めっちゃ簡単です。まずコツとしては、その語尾の D ですね、これをできるだけ低音で弾くようにします。で、で、で、こんな感じです。もうできるだけ喉の力を抜いて低音で、で、で、下は上顎をこう弾いていく感じですね。しかも軽くやってください。で、で、で、こんな感じ。で、この下の位置っていうのは、まあ、T とか D とか N とかが同じですね。全部、テッテッテッて、こう上に当たる。N だったら、ねん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 って、鼻声でそれをやると N になるっていう。あとは、こう、低音で弾くっていうのは、有声破裂音が語尾に来た場合っていうのは全部こうなります。例えば、pod とか、pub、あとは pug。有声音が語尾に来た場合っていうのは、このグってこういう風に、落ちます。グっていう、なんかこういう風に低く発音すると、それっぽさが出ます。これでこう無声音とのこのキャラクターの違いっていうのが出てきますね。無声音で発音すると pot、 こういう風になりますね。で、有声音だと pod で、ちょっとこう低く落ちるような感じですね。で、あとはこの舌を弾くときにですね、息を漏らすことも忘れないでください。大体の人はこうやって wind ってこうやって音を止めちゃうんですけども、止めずに wind wind、 最後息をで漏らすっていうのが、一つこの英語らしい破裂音をこう作るためのコツです。で、今度は salad の発音ですけども、まずこの発音のポイントっていうのはそのストレスの位置、これが頭にきます。sa。この部分がストレスです。s をしっかり引っ張って sa。この母音につなぎます。で、これ front vowel って言って、なんか喉の奥で声出すんですけども、ちょっとこう下の表面を相手に見せるような形でちょっと前に押し出していく、そこから声を。sa、sa、sa。こういったニュアンスですね。salad。で、最後語尾は息を抜いていく。で、低い音で、鳴らす。Salad, salad。 そうするとそれっぽくなります。まあ、ここまでは簡単だと思うんですけども、問題はここからです。フレーズになった時なんですけども、ここで大切なのはその音のつながりのスムーズさです。で、英語というのはこの基本ブレスの流れの上でこう発音が成り立ってくる言語なんですね。なのでこの場合、D の位置で失速しないようにしなきゃいけない。で、まずフレーズ発音の感覚をつかむために、同じ単語をひたすらこうループさせていきます。まあ、こんな感じです。wind, wind, wind, wind。 で、この時のポイントはやはりこの wind の D のとこで wind, wind, wind ってこうやって音を止めちゃわないことです。 wind, 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 wind。 これ全部が一本の息でこうつながってるような感じで発音してみましょう。 wind, 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 wind。 で、またこのようにこの音が連なった時にですね、優先されるシーンっていうのはその語尾のシーン、この場合 D ですね、それよりも頭のシーン、 W のシーン、これがこうしっかり立たなきゃいけないわけです。英語っていうのは語尾の音っていうのは消えていくんですけども、頭の音っていうのはしっかり立つんですよね。で、そうすることでこう例えば wind 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 ってあった時に wind の D がこう落ちていって、で、しっかり音が立つのは W っていう、だからシーンがこうダブらないわけですね。 wind 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 っていうと D も、W もどっちも立つと音がダブってくるんですよね。で、つながりも綺麗にならないので、語尾の音は基本落としておいて、で、頭の音をしっかり立ち上げる。 wind 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 で、なおかつ音がつながるようにする。Wind, wind, wind, wind。 いかがでしょうか。で、今度は salad、 これをループさせます。 sa で、こうしっかりここにストレスを置いてください。 salad, salad, salad。 で、この salad の let の部分は本当にもう軽く吐息混じりで発音する感じ。 salad, 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 salad。で、での語尾の部分で、まあ、音程を低くして息を漏らすっていうことを忘れないようにしましょう。salad, salad, 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 salad。
こうするとフレーズっぽくこう音がつながってきますよね。もう一度ポイントを押さえておきます。まず語尾の D は低音で、軽く発音する。あとはその D の位置で音が失速しないようにする。この2点を意識してやっていきます。もう一回いきます。 Wind, 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 wind. Salad, 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 salad. で今度はこれを交互にいきます。 Wind, salad, wind, salad, wind, salad. Wind, salad, wind, salad, wind, salad. しっかり立たなきゃいけないシーンというのは Wind の W の音、 Salad の S の音ですね。で D の音はもう軽く落としていって低音で発音する。で息は止めない。When salad, when salad, when salad. そうするとフレーズの中でも使えるこの発音の感じになってきます。でこれがスムーズにいくようになりましたら、今度は例文でちょっと発音していきたいと思います。まあ、今回の例文はこんな感じでいきます。 We'd like to have the wind salad for one. We'd like to have the wind salad for one. これいきます。またこのさっき の単語をループさせてた時と同じような感覚でいきます。なのでストレスごとにこう音を増やしていくので、ちょっとついてきてください。We'd like to. We'd like to. この with のちなみに D の音も同じですね。やっぱりこう落としていくので、あまり目立たないように発音します。We'd like to have. We'd like to have. We'd like to have the wind. We'd like to have the wind. We'd like to have the wind salad. We'd like to have the wind salad. We'd like to have the wind salad for one. We'd like to have the wind salad for one.で、あとはまあリズムもこの意識できるといいですね。同じこのタイミングでストレスが来るとすごく収まりの良い英語らしい発音になってきます。 We'd like to have the wind salad for one. We'd like to have the wind salad for one, please. はい、いかがでしょうか。まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。で、今回の内容をまとめると、語尾に D が来る単語の発音するときっていうのは、やっぱりこの、語尾の D をこう落として軽く発音する。で、しっかり息を抜く。で、次の音と滑らかにつなげるっていうような、そういったことが大切かなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。また質問とかありましたら、どんなマニアックな内容でも構わないのでコメント欄に残しておくと、まあ大体こうやって、紹介して、お答えしていきたいと思います。 OK、 それでは See you next time. Bye bye.